はい、皆さんこんにちは、ワンデレグルビッシュです。では今回は提督の決断法、パープキット PS2 版続きをやっていきたいと思います。で、目標が2月までに、ミッドウェイの攻略ということなので、ミッドウェイ攻略を進めていきたいんですが、まあ、前回までに艦隊だいぶ傷ついてしまっているということもあって、まずシンガポール方面、まあ、ここは、至って簡単なんですが、2個艦隊を持ってシンガポールを死守。で、配備されている艦隊は、こちらの第5艦隊と第12艦隊ということでね、まあ、ちょっと戦力的には厳しいところはありますが、シンガポールを守っていくという、まあ、作戦が一つ。で、もう一つがですね、今、トラック沖でドック入りをさせようとしている、まあ、主力艦隊群が一つあります。で、これをね、ミッドウェイへと差し向けていきます。で、あとですね、今、オーストラリアに入れている空母艦隊ですね、南雲中将率いる空母艦隊、これらの艦隊が回復したら、これをですね、一旦南太平洋進出させて、南太平洋からハワイを伺うという流れでね、プレイの方はしていきたいと思います。で、一個艦隊がですね、まあ、この後、揚陸艦が6隻、7隻と、竣工しますので、揚陸艦が上がったら、それ南太平洋へと派遣して、南太平洋に派遣した後は、南からハワイへ侵入して、と、南にある基地の攻略を、この揚陸艦から出る陸戦隊で行わせるという作戦をね、考えていきたいというふうに思います。じゃあ、まずは中部太平洋に艦隊を集めていきましょうということで、時間を進めていきましょう。内政等はすでにやってあります。揚陸艦が上がってきましたね。7隻上がってきたので、これらの揚陸艦をすぐにでも南太平洋へと派遣していきましょう。じゃあまずはいつもの国政からやっていきます。物資援助は石油が余ってるんで、ちょっとドイツには石油を渡して、見返りを何かもらいましょう。で、技術投資はちょっと今回お金厳しいので薄めに入れます。兵器開発は新兵器、物が何かにもよるんですが、三式弾か、これはちょっと早めに欲しいよな。結局攻撃戦、これを行うときにだいぶ有利になるので、できれば早めにこの三式弾は入れておきたいですよね。どうしようかな、お金がほとんどない中、今回この三式弾の開発を仮に行った場合はもうほぼ何もできないという状態になるけれども、やっておこう。これでお金がほぼなくなりましたね。では艦隊を新しく第16艦隊という名のもとに、揚陸艦と流上級が軽空母がね、一隻竣工してるので、これもまとめて送り込みましょうというところですね。で、忘れないうちにその空母、ここに配備しておきましょう。航空機をね。で、あんまり分散させても正直意味がないので、ここはね、もう雷撃機のみを搭載していきます。爆撃機と雷撃機、分散させると結局戦力がね、中途半端になってしまうということになるので、まあ、そういう具は犯さずに、今回は雷撃機のみ、攻撃機ですね、いわゆるこれのみ13機配備していきましょう。まあ、軽空母なんでね、少し戦力的には小さいなというところはあるんですが、まあ、ここはね、それすらも使っていきます。では南太平洋へ、この揚陸艦たちを派遣していきましょう。で、中部太平洋の方の様子を確認します。中部太平洋には今5個艦隊が入ってるわけだな。マリアナ沖に2個艦隊、3個艦隊入ってますね。中部太平洋に向かっているものと、
第8艦隊は、これ、移動させましょう。これも、中部太平洋に入れて、中部太平洋で艦隊の再編を行いましょう。で、トラック沖に入ってる第2艦隊ですが、これの修復状況を確認します。2隻が損傷か。不走が中波。この不走の中波は回復させたいね。戦艦重要なんで、不走の中波は回復を待ちましょう。で、一方、空母艦隊のこちらの方も確認します。総理赤城が大破か。これ回復しないと話にならないね。では、ちょっと我慢でもう一旦進めちゃいましょう、このまま。では、まずいつもの内政からやります。まあ、いつもの内政をいつもの内容でやるっていう、ちょっとね、ご覧いただいている皆さんには申し訳ないんですが、これを入れて、技術投資もお金がちょっとないので、薄めに入れるしかないですね。で、兵器開発は今回は必要ないので、見送りましょう。で、代わりに、艦船を製造していきます。まあ、戦艦クラス、5000円で作れる戦艦を作っていきましょう。ヤマトが作れるね。作っておこう。アワ。戦艦アワ。ヤマト型、海ヤマト型のアワですね。で、中部太平洋に9個艦隊。ものすごい数の艦隊が積もったな。じゃあ、ここから艦隊を再編していきましょう。まず、第1艦隊に空母が入ってるな。これ、完全に見過ごしてましたが、この空母は物は何？王将か。ちょっと全然積めないよね。爆撃機を、そしたら、積む？救急式の艦爆。いや、もう積めないわ。ちょっと待って、大破してるやついるな。艦隊をちょっと移動させなきゃいけないな。いや、結構傷ついてる人多いね。こうやって見ると。第16艦隊はまあ置いておいて、第13艦隊なんてもうボロボロじゃないか。これトラックだな、トラック行き。で、第14艦隊、これもトラック行きだよ。回復しないとさ、従順3隻失うのは痛すぎるので。あと第9艦隊、戦艦5か。これも、ドック行きか、きついな、戦力的に一気に。一気に戦力が低下しちゃいましたね。救護艦隊も入ってると思って、ちょっと安心しかけたんですけど。航空レーダーが新しいのが作れそうですね。ちょっとこれはすぐにやりましょう。お金も鉄も乏しいけどね。鉄が一時的に余裕が出てたのは、修復しなきゃいけない艦を修復するドックに入れてなかったから余ってたんだな。それなら鉄に余裕が出てたのもちょっと合点がいきますね。なんで海大和型が作れるほどに鉄が余ってるんだと思っちゃいましたけど、余ってたんじゃなくてやらなきゃいけないことをやってなかったっていうことなんで、ちょっとうがつでしたね。じゃあトラック沖に入ってる4個艦隊ですね。これの再編から先に進めちゃいましょうか。第14艦隊と第1艦隊をガッチャンコしよう。まずね。これで第2、第9、第13と入りましたね、艦隊が。で、これ第9艦隊と、第13艦隊、さらに第2艦隊とガッチャンコしていこう。さらにね。第13艦隊の方に、空母を入れましょう。さらに軽巡も一隻入れる。これでいいかな。これで第2艦隊が完全に
艦艇としては戦艦1空母1、従順4、軽巡が2、駆逐艦が8と結構バランスが良くなりましたね。で、第9艦隊の方も完全に戦艦の艦隊になりそうなので戦艦艦隊として再編しましょう。これで第9艦隊も、まあ損傷艦が10隻なんでしばらく戦線復帰はできないと思うんですが、戦艦が5、空母が2、軽巡が7、駆逐1と、かなりバランスは良さそう、火力も出そうですね。じゃあ、今度はオーストラリアの方ですが、こちらはどうなってる？損傷がまだ2あるね。空母、総理赤城が大破のままか。ちょっと治るのに時間かかりそうだな。前線はここの艦艇が空母1、従順2、軽巡1、駆逐7、耐えられるかな。で、さらに中部太平洋ですね。そろそろ艦隊動かさなきゃいけないので、ここも再編していきましょうというところなんですが、軽巡2、駆逐3の第11艦隊を、まずは第4艦隊に編入だな。これで第4艦隊が、まあ、少し戦力的にまともになったかなというところですね。で、第8艦隊もちょっと第2艦隊、第4艦隊に入れちゃいましょう。で、第1艦隊の方に残った1隻の艦艇も入れちゃいます。これで艦艇としてはまあそれなりに数が揃った感じの艦隊が3つできましたね。ただこれでミッドウェー取れるのかっていう疑問だよね。ちょっとスパイを入れてからだな。怖すぎるわ。ここに関してはハワイにもスパイを入れておこう。もう1ターンちょっとごめんなさい、様子見をさせてください。で、鉄、アルミ余ってはいるので、一旦ここは輸送船を作っておきましょう。で、その輸送船をしっかりとオーストラリアに配備。オーストラリアはね、重要な資源の宝庫なんで、しっかり輸送船でケアしたいところなんですが、これまであまりできていなかったところになりますね。で、あとちょっと余ってるので、航空機、設計する余裕ないので、水星を作っておこう。艦爆も強力であればあるほど、ヒットアンダーウェイしやすい部分はあるので、で、せっかく作ったんで、これをね、早速配備していきます。航空機。王将の方に艦爆は水星チェンジという感じですね。じゃあこれで時間を進めましょう。だは、ラバウルで輸送船団が全滅か。やってくれるな。艦船レーダーと対水兵器が開発できるようになってますね。今回も鉄が全くないね。ミッドウェイ失敗か。そうなんだよね。ミッドウェイ攻略失敗したけど。次、ミッドウェイ攻略するから、もう一度ミッドウェイ攻略にチャレンジさせてもらいます、ここはで。もうね、ちょっと花粉症で今本当に辛い時期に差し掛かってるんですけど、皆さんもう花粉症とかないんですかね？ニカミックスはね、もうないって宣言してるし、まあ、実際花粉症っぽい症状を
彼が見せているところも見たことはないんですが、いや本当にこの時期ね、もう声も喉もガラガラですね。兵器開発はできるのがあればというところなんですが、お金的にね。感染レーダーは開発可能。金は2000。いけるな。やろう。耐水兵器、ヘッジホッグ。これもいけるね。これでお金がすっからかんですね。鉄もすっからかん。じゃあ、ここで、すいません、セーブをさせていただきます。で、ミッドウェイ攻略に入っていきましょう。ちなみに、オーストラリアにいる艦隊はまだか。まだ大破中破か。いや、大破すると戻すの大変だ、でも。で、トラック沖に入ってる主力艦隊もどうなってる？いや、ここもまだまだですね。中破、中破、大破。いや、このさ、戦艦5隻使えないの本当に痛いな。この戦艦5隻が使えれば、あるいはっていうところなんですけどね。じゃあ、こっちの艦隊見ておきますか。ちょっとその前に、南太平洋に第16艦隊が到着してるね。これは心強い。まあ、ちょっと今すぐどうのこうのっていうのはないので置いておきますが。で、提督を任命していこう。ここに、一旦、近藤さん入れて、他もね、今後2隻入ってるんだったら、ここに、磯六さん。さらに、高須さんを乗せておきます。他は、もう、乗せられる人みんな乗せていくと。総力戦の構えですね。よし、こんなとこですね。じゃあ、これでミッドウェイ攻略始めていきましょう。ちょっと艦隊の数が、まあ、3個艦隊投入はするんですが、心配なのが、火力不足。で、今回はね、軽空母1隻だけなので、夜間に突入していきましょう。で、その後に敵の、基地を撃破、艦隊も撃滅していきます。第一艦隊は戦艦1、空母1なので、まあ上から入って軽巡5の第4艦隊も下、従順に駆逐8の艦隊を真ん中から突入だな。いや、こう見ても戦力的に厳しいな。まずは日没のうちに敵の飛行場をできるだけ破壊するっていうところからですね。で、夜明けまでにミッドウェイにいる敵航空隊を無力化するという流れを想定します。いきなり敵の艦隊がいるな。了解。そしたら、第6艦隊も一旦そちらの方向に向かわせましょう。了解。で、その間に第一艦隊が敵基地に突入するというのがいいかな。了解。敵艦隊発見。味方艦隊より入電。さあ、敵の艦隊、これで見る限りどうだろうね。ちょっと想像がつかないというか、暗くて見えないけど、まあ、魚雷を撃ってきているように魚雷のね、動きが見えるので、おそらく軽巡駆逐
艦クラスの艦艇が入った艦隊、あまり大規模なものではなさそうなので、これはやっぱり第6艦隊を急いで急行させて撃滅しちゃうというのが良さそうだな。第4艦隊はそのまま敵基地方面へ向かいましょう。第4艦隊に陸戦隊が入ってるんで、これミートウェー攻略っていうかあれだな、その占領しちゃいたいですね。いっそさあ、これで第6艦隊と第4艦隊で敵を挟み撃ちできる、そんな状態になってきましたね。なので敵の増援が来る前、あるいは夜明けになる前に、発見済みの敵のこの艦隊ね、第4第6で攻撃して完全に破壊しちゃいましょう。すごい数の魚雷が飛び交ってるだ。この辺りにいるのは敵の駆逐艦かなと思ったけど、潜水艦隊ですね。敵の潜水艦隊は一旦放っておきましょう。水上艦を中心に撃破しておきます。さあ、この辺りでもう敵の艦隊完全に発見済みになりましたので、ライトも点灯して、総力戦に入っていきます。いや、味方の艦隊もダメージがやっぱり出てるね、それなりに。第4艦隊は攻撃目標を敵基地へと切り替えていきましょう。で、第1艦隊はなんとかね、持ちこたえましょう。第6艦隊が結構きつそうだね、こうやって見ると。第6艦隊はその機動力を生かして、なんとかね、第1艦隊の壁になってもらって、戦艦のある第1艦隊が敵基地の攻撃に専念できる状態を作りたいですね。さあ、これは第1艦隊ですね。第1艦隊が敵空母ミッドウェイがいるね。さらにムンだ、これ軽空母だ。なんかまさにミッドウェー海戦みたいになってますけど、ミッドウェー島の攻略をするつもりが空母を攻撃することになるのかっていう、こうどっちなんだっていう作戦をはっきりさせなかったために、まあ大敗を喫したとも一説には言われているミッドウェー海戦ですけど、史実のね、まさに今その状態になりつつありますね。ここは空母の撃滅に向かいましょう。第一艦隊は第4艦隊、第6艦隊で、敵基地の攻撃を行います。果たしてこれでいいのかというすごい疑問はありますけど、ここは敵の空母を沈めよう。
よし、敵の軽空母一機撃沈しましたね。ミッドウェイも撃沈だぞ、ここは。味方艦隊より入電。さあ、第一艦隊は向きを変えて敵の空母ミッドウェイを狙いに来ます。第6艦隊はどうなっている？第6艦隊は敵の追撃に当たるべきか敵の基地を攻撃するべきかちょっと微妙だな。一旦ここで待機させよう。基地を攻撃しつつ待機。第1艦隊は繰り返しになりますが敵の空母の追撃に当たりましょう。で第4艦隊ここはもうしばらく砲撃を行って、しかる後、陸戦隊を送り込んでいきます。今気になるのは第1艦隊よ。第1艦隊の投降しっかり敵の空母を見定めていこう。ムンダ、これムンダだね。護衛空母、敵の護衛空母は射程に捉えている。あ、破壊しちゃったの？マジか。いつの間に。ここは飛行場を占領したかったのに敵の空母を攻撃するのに夢中になっちゃいましたね。あとは敵に増援が出てこないかどうかというのと、ハワイにね戻る戦力をちょっとでも減らしたい。沈めにかかりましょう敵の空母。全艦隊を持って敵の空母を追撃する。ミッドウェイはどこにいる？ミッドウェイが逃亡されちゃうときついよな。よし、ムンダ撃沈したね。さらに手を緩めずに行こう。ミッドウェイ島の攻略は、まあ、目標とした占領はできなかったんですが破壊はできたのでよしとしましょう。さあ、あとはどこにいる？敵の艦隊。了解。まだ潜んでるよね、この感じだと。了解。了解。おそらくね、敵の、潜水艦が潜んでるんじゃないかなと思うので。潜水艦を狙いに行きましょう。うん、終わりましたね。ちょっとね、正規空母取り逃した恐れがあるのでそこだけ戦果を確認しましょう。まず味方の損害ですが、第1艦隊から駆逐艦2隻が撃沈されてます。で第4艦隊は、無傷ではあるものの、戦艦1隻が中破、戦艦1隻が小破、さらにクルーザー巡洋艦ですね、これ2隻が中破という状態です。で第6艦隊からは駆逐艦3隻を喪失しているという状態で、肝心のアメリカ軍は？ここよ。まずミッドウェイ撃沈してる。よし。これは大きいね。
で、ラバウルは取り逃しですね。敵空母ラバウルは取り逃しです。で、モンロー、ムンダ、リョウ、護衛空母2隻撃沈してます。第8艦隊からはね、まあ、軽巡クラスですかね。巡洋艦を複数撃沈してます。さらに、正規空母レンジャーに、まあ、中破というダメージ。あと、第13艦隊からは、護衛空母、レイテ、軽空母かな ?CVE なので。これを撃沈しています。護衛空母ですね。で、ミンドロ、軽空母。これが、中破。まあ、戦果としては悪くなさそうですね。よくやってくれた。吉川少佐が、功績28と、荒稼ぎしたのと、近藤中将が大将に登れるだけの、まあ、功績をね、着々と貯めてくれてるかなというとこですね。というわけで、まあ、史実ではね、空母を追うのか、ミッドウェイ島を攻略するのかというところで、まあ、ちょっと微妙な戦いになったミッドウェイ海戦ですけど、ここでは完全勝利することができました。ありがたいですね。というわけでね、で時間もいい時間になりましたので、今回ミッドウェイ島の攻略完了ということで、ここまでにさせていただきたいというふうに思います。で次回からは、もう本当にハワイ攻略、これに全艦隊を挙げて挑んでいきたいというふうに思いますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。